主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい。おもれきね、395回。395。はい。さあ4月に入りましたよ。今日ね4月4日、エイプリルフル終わった。終わりました。うん。ね、新年度まだ始まったばっかですけど、普通に入学式やってんのかしらね、皆さん。またね、新しい1年が、新年度が始まりますな。あれ、まあなんかね、去年の今頃と思うと、去年のほら今頃ってちょうどあのね、コロナの緊急事態の真っただ中で結構緊迫した時期ですな。まあそれほどね、今は怖がらなくても、まあまあ、あれに比べりゃね、いいですけどね。まあ暖かくなるとちょっと感染者は減るのかしらね。まあね、ねえ、どうなるかわかんないですけどね。おもれきはマイペースにまあそらね、おりますね。あんまり関係ないんで、はい、はい。人災にも天災にも戦災にも流されることなく。戦なんかありましたっけ？ないけど、まあよそではね。ああ、そろそろスーチーさんも解放されたかしら。地震とかもありましたな。あったね、東北でね。ね、皆さん大丈夫でしょうかね。はい。さあ今日はですね、もうすぐ400回なんでね。うん。まあちょっと、まあ、プレ企画。プレ企画、うん、あんまり関係ないんですけど。どういうこと？まあちょっと大きめなネタをと用意して。なんでそんな中途半端なことすんの？え、もうすぐ400回。でそれ400回の時やりゃいいじゃん。いや、400回は400回で、別の企画がもう控えてますので。はい。あの、というのはね、毎回ちょっと、興味があって、うん、でやりたいなって思ってたんですけど、うん、あ、ちょっと手頃な本を見つけて読んで、あ、だ、あの面白かったので、うん、あのいろんな企画者の順番抜かして持ってきました、うん。天正少年施設。天正少年施設？はい、天正剣王少年施設団。はあ、うん。これをちょっと何回かに分けてですね。戦国時代ですな。そう、うん。緒方直人のね。緒方直人、緒方俳優の緒方直人さんが、あの信長やった大河ドラマあるじゃん。信長でしょ。キングオブジャパン。あれの第1話の一番最初がこの天正少年施設団の背合ったっけ、うん、子供たち、少年たちが多分ローマバチカンについて、なんかローマ法を、あれだったらあれだよね、あの語りが、あの宣教師みたいな設定があったよね。ルイス・フロイスのポジションの人がね、ここまでにしたいと思いますみたいな、ね、うん、オブリガードアデブレーデオブリガードとか言ってましたね。言ってたので、なんか多分それで初めて知ったんですよ。だって学校で習ったでしょ。だって緒方直人の信長って僕らその中学生ぐらいの時だね。そんなかしら。そうだよ、そうだよ、うん、飛ぶが如くの後ぐらいじゃなかった？飛ぶが如く中学校かな。まあまあそんなもんですよ。独眼竜政宗が小学生でしたから。独眼竜政宗なんかもだってほんと物心ついたっていうか、うん、その後何年後後ぐらいの。そんなもん、そんなもんですよ。90年代とか、キングオブジパンってやつね。で、はーって思ってて、で、まあ、なんでヨーロッパに行ったのかとか、何ヨーロッパで何してきたのか、いまいちよく存在は理解はしてたんだけど。だって結構4人の名前が印象的だから、うん、授業とかで覚えてない？いや、授業でやったわなっていうぐらい、学校の授業では記憶はあんまりないんですよ。なのでちょっとその彼らがね、はあ、なんでヨーロッパなんか
そんな16世紀の末にさ、うん、行ってさっていうのとかもちょっと知りたいなというのと、でほらうちの番組ってなんか旅系のネタするじゃないですか。そうだっけ。例えば土佐日記の皇帝とかさ。そう、あとグダグダだって、あの日本からヨーロッパに行く列車の旅とかさ、あまあそれぐらいじゃん。他にもやったと思う。そうか、うん、だそういう系のあれなんだ。そういう系の工程をたどるわけ。はい、はあ、まあで参考にしたのはですね、うん、ドキュメント天正少年施設、ほう、四季高重さんって方がお書きになった本で、長崎文献社という出版社から出てた本を見つけました。お長崎の本屋さんなのかしらね。多分あれでしょうな、地元系の、あのタウン誌とか作ってる、タウン誌とか、うん、ローカル雑誌とか作ってるような、そういうなんかなんじゃない、キリスト教系の本とか、ああよりよりさんに聞いたらいいんじゃない。あ、なるほどね。長崎じゃよ普通に売ってるのかもしれませんね、うん、はい、をちょっと参考にさせていただきましたが、長崎行ったの？いや行ってないよ、アマゾンで見てた。あ、そうか。アマゾンってさ親切じゃん。あんたあかん言うとったよ、お前。あんたこんな本好きでしょ、読みたいでしょって。そうそうそう、押し売りしてくるじゃない。過去のあの履歴からね、うん、こう買ったっちゅうねんっていうのも勧めてくるじゃん。 あんたこの CD、 そうそうそう、この間買ったけどもう一枚いらないとか、そういう、もう一枚いらないって言うじゃないですか。何枚も買えとかって押し入れしてくるじゃないですか。で、まあそんでで、なんかあのお知らせメールでこんな本あるよってので、あーと思ってちょっとポチっちゃいました。何買ってんのいつも。今何ってお菓子とか。何の関連からそう来たの。おかしかったら、おかしかったら天正少年嫌悪切断とか出るわけ。なんだろう、でも探した時期もあったのかもしれない。ほうほう、うん、まあでも大体基本本院は本屋さんで買うのが、おっしゃってましたな、あ基本です。私は本屋さんを応援してます。さあ、まずこの嫌悪切断団ね、うん、メンバーが一体誰なのかってところから、はい、あの紹介します、うん、まず1番目がね、伊藤満書さん。そうですね、満書って満月の満にところって書くんだよね、うん、漢字を当てると。あれでしょ、洗礼名でしょ、うん、うん、でもなんか当て字もあるみたいな、ね、まあ、日本語表記する場合はって話でしょ、うん、彼がこの使節団の聖子、聖子、はい、この人ね、あの日向の国の大名の、うん、伊藤義助さんの娘の子供なんだって、うん、現在の、西都市で生まれたそうですね、うん、いたね、西都市ってリスナーさんね。そうだっけ、うん、古墳の人ね、うん、ああ遊んだ人ね、うん、はい、遊んだ人、古墳で遊んだ人じゃなくて、違います、違ったっけ、はい、裏に古墳があるとこでしたっけ。いや、水月さんが変な、あの、あ、素敵なお名前つけてあげた人。ああ、はいはい、黒猫さん、はい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 、で、この伊藤さんの国ね、ほう、島津さんから信仰を受けて、ほう、この満書さんとお母さんは大分に引っ越しちゃいます。伊藤家はそうですね、帯ってやつですね、うん、帯城、帯藩ってありますね。帯ってどうやって書くの。帯ってなんか変な字。変な字。ちょうどそのなんだっけ、宮崎と鹿児島の境目ぐらいのところの、おー、なんか霧島とかあの辺。いやいやいや、そこまで行かないですよ。帯ってほらなんか変な、なんだっけ、変な食べるみたいな字。あ、そう、おっぽにおっぽじゃない。いやいや、違う違う、そんなんじゃない、そんなんじゃない、うん、あ、帯、はい、ここでね。一番、あ、なんか琵琶の字が、こ、妖艶な声たち、妖艶な声、ちょっと字がちっちゃくて見えるかな、はい、
あ、超えた、そう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 、そう、ようじゃないでしょう、はい、で、でお父ちゃんは、このマンションさんのお父ちゃんはもう戦死しちゃってたそうですね。で、お母さんはね、大分でね、再婚しちゃったんですって、うん、なのでマンションさんは家出しちゃった。あ、そうなんや、うん、へえ、そうなんや。で、家出してたところを教会で保護されます。へえ。で、1580年、11歳の時に洗礼を受けて、うん、マンションって名前になったんだろうね、うん、で、有馬、はい、これは熊本、有馬市は雲仙とかじゃないのの方の、うん、セミナリオに、送られたそうです、うん。セミナリオって学校みたいな学校ですね。あのキリスト教の学校ですね。そうですね、はい、これがまず一人目ね。二人目が千々和ミゲルさん。千千石、はい、漢数字の千に、もう一個千に石で、はい、千々和。千々和っていうね、はい、変わった名字ね、地名でありますね。うん、その雲仙の方に千々和っていうと、はい、彼も姓氏です。うん、で、今の雲仙で生まれたそうですね。で、お父ちゃんは千々和直和さん。ほう。で、この人は、お父ちゃんは有馬の領主、有馬春積の三男で、千々和家の養子と なって、千々和城主となったそうです。うん。だから、有馬氏の関係の人なんですね。まあ、有馬家の配下ですな、うん、千々和、うん。で、この千々和城っていうのは、今度は竜造氏。竜造寺氏、あ、字が抜けてるね、竜造寺さんに、うん、戦争してて、お父ちゃん死んじゃいました。佐賀ですな、うん。で、お母ちゃんに連れられて大村、これ長崎県、うん、長崎大村湾、はい、はい、に移住しました。で、これはミゲルさんから見るとおじさんにあたる大村住忠、住忠さんを頼って大村に移住したそうです。はあ、こういう経歴、はいはいはい、苦労してますね。うん、3人目、原マルチノさん、うん、この人はね、大村のハサミかね、うん、波に佐賀の差に見る、うん、見えるの見るに生まれました、うん。お父さんはね、原純一さん。純一さん、なんか今風ですね。そうやね。で、この人は大村住忠さんに仕えてた武士だそうですね、うん。で、マルチノさんは大村住忠の小姓だったんだって。へ、お小姓だったんです。でさ、うん、こんな人。4人目、中浦ジュリアン。なんかちょっと今時の歌手っぽいですね。ジュリアン、なんか、あ、アルフィとかにいそうないないでしょ。西園子半島、園木半島の、うん、どこ、これ、まあそういう、まあ、あの辺ごちゃごちゃしてるもんね。いや、園木って駅あるじゃないですか。あ、そうなの、うん。半島の中浦城主、はい、小笹、おおかね、おざさ、おざ、ね、うん、おざさっさ、おざさ、おざさ、おざさ陣五郎じゃない、はい、はい、おざさ陣五郎の子供だそうです。うん、で、お父ちゃん死んじゃったんだって。ほう。で、お母ちゃんと大村に移住、うん、で、大村住忠の遊び相手をするという幼馴染だそうです。うん、ってことは、ミゲル、マルチのジュリアンは大村住忠関連の人なんですね。ああ、大村住忠ゆかりの人ばっかりなんだね。うん、で、この有馬のセミナリオに、うん、が1580年にできるんですが、うん、住忠の勧めで3人ともセミナリオ、学校に入学するんです、はい。マンションも加えて4人とも1期生なんだって、この有馬のセミナリオの1期生で、みんな11歳、同級生だったそうですね。うん、
これが日本あの大事な4人なんですが、うん、他にですね、ジョルジ・ロヨオ、オはあの和音のオですね、うん、これはね、あのマンショたちより10歳ほど年上のお兄さんだそうです、うん、で、4人の指導とお世話のために、ローマに一緒に行く人です。ほう。で、学問教養の深い人物で、日本語の読み書きもこの4人に教える役目も持ってたそうです。ジョルジさんが伊藤さんに日本語を教えるわけ。はい、はあ、日本人なんじゃないの。みんですね、日本人みたいですね、うんうん、だから教養が、まあ、昔は識字率なんだよね。秀吉も字読めなかった。武士の子でしょ、みんな。でもほら、お父ちゃん早く死んでさ、そんな学校とか学ぶ余裕はなかったんじゃない。まだ11歳だ。生実家セミナリオなんか入っちゃったから、その辺のあれが抜けちゃったわけね、うん、はい。さあ、 6人目、コンスタンチノ・ドラード。ドラード、このマンショたちと同じ年頃で、4人のお世話係として一緒に旅することになります、うん、彼は活版印刷術を勉強し、印刷機を持ち帰る役割も課せられていました、はあ、うん、またこれ後々ね、活版印刷も出てきますが、うん、そういう役割。7人目、アグスティーノさん、うん、よくわかんないんですが一緒に行ったそうです、はい、彼もまあなんかその印刷の技術取得みたいですね、うん、うん、続いて8人目、重要人物ですね、うん、アレッサンドロ・バリアーノ、うん、はい、この人はナポリのキューティー生まれのイタリア人ケーティーか、キューティーじゃない、ケーティー、キューティーはハニーでしょ。え、鈴木じゃないんですか。あー、忘れてるでしょ、うん、みんな僕はマヨネーズも好きです。はい、それキューピー、はい、1579年イエズス会の巡察使として40歳の時に島原半島にやってきます、うん、巡察使というのはイエズス会の総長の名代で、アジア全域におけるキリスト教布教の状況を視察し、改革を断行する現地の最高指揮官。ほう。なんだろう、地域マネ、アジアの地域マネージャーみたいなもんですかね、コンビニでいうと。まあまあ、そうね、本社から派遣された監視係みたいな。うん、で、まあ、このバリアーノさんが、この少年使節団の派遣を企画、そして演出もする張本人。いわゆるバリニャーニって人ですね。教科書とかに日本ではよく言われる。バリニャーニ、バリニャーニって書いてますね、大体、うん。難しいですね、うん、ラテン語はね。はい、9人目。ディオゴ・メスキータ。ほう。1553年生まれのポルトガル人です。ほうほうほう。で、あのバリアニさんは一緒にヨーロッパには行かないんですね、うん、で、実際にこのメスキータが引率、うん、指導するという人になります、うん、で、10人目、うん、サンチェス、はい、よくわかりませんが、この人もいたそうです。へー、はい、この10人ぐらいでね、あの旅をするということですね。まあ、施設団はね、うん、まあ、他にもいろんな方いらっしゃるんですが、全員はいっぱいいるでしょうけど、はい、うん、さあ、このさっきから出てる有馬のセミナリオ、うん、セミナリオですね、うん、これは、バリアーノさんが、日本人自身の司祭、神父さんを育成するために、うん、セミナリオとかコレジオを作る、うん、で、日本人のキリスト教の若者を教育しようとして作ったそうです、うん、で、有馬晴信さんっていう大名がいるの、はい、この人の、日の江っていうところの城下町に有馬セミナリオという学校を
作って、お侍さんの子供22人を集めたそうです。ほう。で、ちゃんと校則みたいなのもね、うん、あってね、永久に教会に奉仕する者のみが入学させてもらいます。うん、食事は白米、汁と魚、その他、な、葉っぱですね、なっぱ。まあその他、菜でしょ。まあおかずってことでしょ。うん、で、日祝日はもう一皿果物とかがついたそうです。じゃあ、日曜日とかしか果物食べられなかったんですね。はい、お風呂は夏は週に1回、うん、冬は2週間に1回だそうです。うん、汚いですね。うん、まあ、こんなもんでしょ、当時は。みなずきさん、毎日お風呂入る？そうね。本当？うん。1週間に1回？いや、たまにさ、あの冬とかサボる時ある。あー、うん、まあ、そうね。うん。うん、寒い時とか、酔っ払った時とか。まあ、シャワーですけどね。浸からないけどね。あー、もうそのまま寝ちゃう時あるよ。うん。うん、朝入るけどね。はい。生徒は、家族に会いには行けません。で、特別の場合は、教会の人が、二人同行すれば可能だそうですが、外泊は許されなかったそうです。じゃ完全にあれだね。全寮制、寄宿舎みたいな感じだね。厳しいね。うん、まあでも食事が確保されてるから、まあいいのかな。まあ当時では、まあ、そら、そこそこの待遇なんじゃないの、うん、ね。で、どんなことを学んでたかというと、祈り、祈り、ラテン語、うん、日本語、うん、音楽、うん、体育、体育もあったなどやってたそうですね。何やの、飛び箱とか、馬跳びとかするそれは道具いらないことじゃない、かけっこかけっこ、体操、懸垂、懸垂、うん、ね、あと、マット。マットはないでしょう。あ、そう。はい。このね、マンションさんたちは学んでおりました。うん。で、ま、このね、重要な、こう、バリアーノさんが日本にやってきた頃って、うん、このキリスト教の布教って日本はどういう状況だったのかというのもちょっと紹介しますね。うん、日本布教庁。うん、日本のまあ一番のリーダーはフランシスト・ガブラルさんという、カブラル、カブラルさんっていうポルトガル人だそうです、うん、はい、知ってた、こんなフランシスコ・ザベルじゃないんだね、まあ、名前ぐらいは。で、ちなみに副教長の初代副教長がフランシスコ・ザビエル、うん、で2代目がトルレスさん、トルレスで3代目がガブ、うん、カブラルさん、へー、だそうですね。でカブラルさんはですね、日本人が大嫌いなんですって。くんなよ。で、ね、日本人ほど傲慢で、はあ、貪欲で偽装的な国民は見たことがない、うん、日本語は習得不可能な言語であり、日本の風習も野蛮である、うん、日本人をキリシタンにしたら直ちに神社仏閣は破壊するべきだ、うん、とカブラルさんは考えていたようですね、うん、まあ、こんな対応をしますから日本人からしたらカブラルさんはとても評判が、そりゃそうでしょう、悪いですね、うん、まあ、確かに日本語って難しいみたいね。なんですかね。まあ、わかんないですけどね。母国語だから。前も言ったような気しますけど、ほら、いいえとか、いいですのこのニュアンスが。ああ、そのね、いわゆるニュアンス、雰囲気ね、同じ言葉でも、そうですね。コンビニで袋いりますかって聞かれて、いいですって言うと、いいです、どっちかわかんない。イエスなのか、ノーなのか。結構ですとね。結構もダメですね。ね、うん。なんで、まあそれは確かにね。うん、本音言わないしね。ああ、うん。まあそんなこと言うのは、元
総理のおじさんとかね。どういうこと？な出現しちゃうような人ですよね。ああ、うん、本音をね。はい。なのでこんな状況を見たバリアーノは、あの日本人の司祭、うん、神父さんを育成した方がいいんじゃねえかと決意するわけですね。うん、で、あとカブラルさんは解任されちゃいます。うん、その後ね、コエリオさんっていう人が後任につくそうですね。コエリオ。コエリオ。うんうん、で、アリマですね。九州のアリマと、あと滋賀県の安土にセミナリオ。うん、で、大分の府内ってとこがあるの？大分市ですね。大分、うん、大分の町が今の大分が府内っていうことですね。うんうん、で、コレジオ。大分にコレジオ。うん、で、臼杵？臼杵。に、修練院っていうのを作ったそうです。まあ学校系とかキリスト教の修行の場ですね。まあ一般的にはセミナリオっていうのはその宣教師の養成機関。養成校。でコレジオっていうのはまあいわゆる神学校、キリスト教の研究する学校みたいな学校では言いますね。うん、はい、さあ。まあ、なんでこういうことをするのかというとですね、うん、非常にですねキリスト教の布教活動、うん、財政難なんですって。ああ、うん、まあ教会とキリスト教の教会とあとキリスト教の病院もあったそうなんですが、うん、これら他にもあったんだけどこういうのの運営費が、うん、ただでさえ大変、うん、それに学校までやっちゃうわけですね、うん、余計財政難になったそうです、うん、でキリシタン大名で各地におりましたが、はい、特に財政的支援はなかったそうですね。で一方大名への贈り物はキリスト教はしてたのでイエズス会してたので、うん、まあ、それも安っぽいものいけないわけじゃないですか。そりゃそうでしょ。だからその高価なものを贈る出費も大変、うん、で一般人の信者は貧しい人でしょ、うん、ほとんどが。なので寄付ももらえない、うん、でヨーロッパからも支援してもらえるんですが、うん、日本まではほとんど届かなかったそうです。あー、まあまあ最前線だからね、うん、日本は。なので大変財政難の中彼らは布教活動をしていたので、うん、じゃあどうやってお金を稼いでたかというと南蛮貿易だそうですよ。あー、生糸で、うん、をね輸入して転売してたのかな。転売、まあ中国産の生糸を仕入れて日本で売りさばくっていうのはね、うん、はい、まあ、それでなんとかやってたのに学校なんかも始めちゃうから、うん、まあ、日本のイエズス会内部からもあの強い批判や反発が出るようになったそうです。うん、さあこのバリアーノさん、1580年、うん、有馬晴信さんに洗礼を授けたそうです、うん、で、あと大村住忠さん、うん、この人は日本最初のキリシタン大名なの。ああ、まあまあその辺ですわね、うんうん、ね、この人のところにもよく訪問してたよそうです、1580年頃、うん、でこの大村さんはですね大変に戦で忙しい状態だったそうです、うん、そんな中長崎の町にをイエズス会に寄進しているそうですね、うん、町をくれた、土地をくれたってことですか。そうですね。ほう、でこれは龍造寺氏から奪い取られるのを避けるため、うん、であとあためにまあ挙げたんじゃないかと。で長崎は大村領から、イエズス会領になります、うん、キリスト教の町ができたんですね。そうですね、うん、今の長崎市全域なのかな。まああの辺り一帯でしょうね。じゃあ、あの湾の辺り、うん、ちょうどだから北で龍造寺氏と南の島津氏が九州で一番大暴れしてる時期で、うんうんうん、もう一時はこの2つが九州全部抑えんじゃないかってぐらいの勢いの時期ですね。うん、大友さんはまだなの。大友氏なんかはだからもうその島津氏に圧迫されてやばい時期で。ああ、そうですか、うん、ね、
そういう中で結構みんな苦労してる時期ですね。大名でもやっぱりみんな苦労してるし、まあ家臣もねみんな親死んじゃったりとか、うん、なるほど大変な時期ですね、九州は。満州さんたちもみんな苦労してるね、うん、苦労人ばっかりですね。ね、この家津須海がねちょっと長崎でブイブイと、うん、ちょっと言うようになってきたら、うん、家津須海はですねこの長崎のね、うん、領内の神社仏閣をですねことごとく焼き払ったそうです、うんうん、で、大村さんもそうしろって言うからやむなく燃やしちまったそうですよ。家津須海の要請を受けて大村住忠がやむなくやったね、うんうん、そうですね、すいません、うんうん、そうすると地元民からは苦情がそらそうでしょう、うん、殺到しましたわなというような、あなたはいいけどって話ですね、うんうん、まあ、伝統もあるもんね、うん、であとねさっきも出た大分の大友宗麟もね訪ねているそうですね。九州でこんな活動してて、うん、さらに京都へも行きます、うん、でなんで京都行くかというと天皇と信長に会いに行くためです。1581年7月安土にやってきます、うん、でルイス・フロイスって人がいますね。ルイス・フロイスね、うん、有名人ですね。有名人ですね。この人がもう京都で10年以上活動している宣教師なんですけど、うん、天皇に会いたいんだってバリニアーノさんがこうお願いすると天皇は無理って断られました。で謁見するのは無理だと、うん、無理無理って、うん、でこれは諦めたそうですね、はあはあ、うん、で一応ですね天皇とか朝廷はねキリスト教はね禁止していたそうですね。そうでしょうね、うん、で一方信長さんはそういう天皇が出せる禁教令は無視して好き放題やってた、うん、だからあの人にやられるんだね。忘れちゃった、明智光秀ね、それだけじゃない、うん、安土城では信長に会います、うん、何回も会って安土でセミナリオを作ることも許可されました、うん、でヨーロッパにかバリニアーノがヨーロッパに帰ることになります、うん、でその時信長は宿舎に屏風を届けさせます。おこれがね狩野永徳が描いた安土城下図屏風。そうです ね、 ね、これは後に本当にローマまで行っちゃいます。今ありますよねローマに。はい、またそれも後々触れていきます、はい、で、まあ京都での活動を終わって1581年12月に長崎に帰ります、うん、で、長崎の家津須海本部で宣教師会議を開いて日本の少年をローマに派遣したいと提案します、うん、正式決定してからたった2ヶ月後にはヨーロッパに旅立つことになります、うん、で、まあ九州ではね大村さん、有馬さんね、あと大友さんなんかが大きなキリシタン大名ですけど、うん、大村さんや有馬さんは事後承諾、あとで事後報告だったそうです、うん、決めてから、うん、大友さんは知らなかったそうですね、うん、最後まで随分身勝手ともいうか一方的というか、まあまあ立場上ね、うん、まあ一応家津須海で、まあ、彼らは信者ですからね、うん、あ、そうか、大名といえどもバリニアの作用、まあ、一応ね、地位はあるけど一応信者ですから教会が決めたことをまあこうですよっていうだけでしょうね。まあ止めたところで別にね、うん、まあまあまあ、まあ、彼らに別に実害はないわけだし、うんうん、で、なんで日本人を派遣することになったのかというと、うん、彼のバリニアーノの目的としては優秀な日本の少年たちを連れて日本における布教の成果をヨーロッパでアピールして、うん、ポルトガル国王やローマ教皇から莫大な支援金を得ようと試みているわけですね。あで日本の少年たちにヨーロッパ世界キリスト教文明を見せてやがて彼らを司祭にして日本人自身の手で日本人の改宗を進める、うん、キリスト教に入れるようにみんな変えていこうと、うん、はい、で、なんで少年が選ばれることになったのかというと
一生の間を通じて布教活動ができる、うん、若いからね、うん、あとヨーロッパまでの長い航海ですね、あと道のり長いし、うん、いろんな気候、うん、亜熱帯や熱帯や乾燥地帯とか通るし、うん、食べ物もいろいろ変わってきますので、うん、若い子の方が適応しやすいからというので少年が選ばれたということですね。いろいろとなんかこの九州と京都行ったり来たりとかもいろいろ皆さんイエズス会の方もご苦労なことですね。まあ結局あんまりね、なんかキリスト教ものすごい勢いで広がった印象あるけど、うん、まあ、実はあんまりうまくいかないんだよね。そりゃそうだよね、うん、要は一般人からしたらいかにおまんま食えるか大事じゃない、まあ、だし、そのね、そのアメリカやアフリカのそのなんていうの文明がない、その文明の開けてない地域の人とは違うからさ、日本人に、うん、ね、簡単にそんなキリスト教入ってわけにいかないでしょ、うん、仏教とかで、うん、その長い歴史と伝統と背景があるわけだから、うん、でまあ、その辺の駆け引きですよね彼らも、うん、仕事をやっぱりしなきゃいけないし、うん、お金もいるし、うん、そうだよね、うん、湧いてこないもんね。で結局自分らで無理なんで、やっぱり日本人が布教しないと、うん、やっぱり納得できないんだよね日本人で。確かにね、うん、カブラルさんなんか日本大嫌いだ、まあ、そんな人がいやいややってんだからね、やっぱり日本の風土に合わせたやり方をしないとダメだっていう時期だよね、うん、はい、こういう流れでね、少年使節団は旅立つことになります。はあ、次回はですね、この旅の経緯流れね、紹介していこうと思っております。いよいよ出発ってこと。はい、さあお便り参りましょう。手紙、はい、長崎のよりよりさんから。あ、また、はい、年末にいただいております。ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。377回の諸国温泉効能鏡では雲仙温泉を温泉と書いて雲仙と読んでいましたが、うん、昭和に入り国立公園に指定された際に紛らわしいという理由で現在の字に改めたそうで、うん、過去には温泉という字の雲仙鉄道も存在したそうです。雲仙、うん、は古くは西の高野山と呼ばれた修行僧の山だったため、うん、戦国時代にはキリシタンから徹底的に破壊されました。その後島原の乱の復興事業として山を再生する目的で温泉地を整備したそうです。雲仙地獄には昭和の映画君の名はで岸恵子が手を添えていた岩に忘却とは忘れ去ることなりで始まるラジオドラマのナレーションが彫られた町子岩があります。うん、へえ。温泉卵を食べたり、地熱で暖かい地面の上でだらんとしている猫を見ていると和みますが、キリシタン弾圧が行われた場所でもあるため、白い噴気と硫黄の匂いの中に立つ十字架の殉教碑を見ると恐ろしくなります。うん。雲仙ってこんな修行の山だったの？もともと霊山でしょうね。ああいう綺麗な山って大体そうでしょう。山っていう山は大体こうね、昔から神聖視されるじゃないですか。そうだね、うん、何修行するのよ山でさ、修験者って一体歩いたりさ、自然と神と仏が一体になるんですよ。あれって何の、え、仏教なの？いや、まあ仏教と神教、神道と、うん、もともとほら、ね、土俗的な自然信仰とかそのアニミズム的なものが混じり合ったのが修験者って、うん、修験道でしょ。じゃあミックスジュースな宗教活動ですね。いやそうですよ、だからもう昔のあれといったら本当自然の中に身に置くことによってそういう神様のそういうなんていうの懐に抱かれる的な感じでしょ。あれつけてみたいな、ほらなんか六角形のさ形したのさ、おでこくっつけるじゃん。 こっちのぼんぼりじゃなくて、ぼんぼりじゃなくてあのカラス天狗みたいなあんた知り合い多いんだからおらへんのかね、山伏ぐらい。いやー
いない。ケリーさんシティボーイだから。いやいや、街の中でよくほらなんかお正月とかなんかお焚き上げみたいなやってんじゃん。あー行かないもん。あそう、あ天理教の人はよ、し知り合いだったよ。天理教はいいよ。、うん、いや結構だからなんていうの、隠れ山伏って言ったらおかしいけど、あいるのかな、普通に商売しててそういう時だけ行かはる。なんかたまに家にそういう衣装がベロンってかかってる家とかあんで。じゃあの天理教ばっかあの大丈夫だみたいなタイプ打ってんのよ。あ歩きながら大丈夫だーって、上上上ってあの叩くあの三つ股のさ、あんたぶん殴られんだよ。でもあんな太鼓打ちながらなんか練り歩いてるよ。あまあどんつくどんつく言い方ね、うん、されてますね、うん、あ大丈夫だだと大丈夫だじゃん。はい、不謹慎ですね。さあもう一度読んでようかな。港さんからいただきました。港、はい、おもれきの皆様こんにちは。寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか、うん、さて377回諸国温泉効能鏡を楽しく拝聴して寒い冬にほっこりしております。熊野の方には時々行きますので新宮や本宮の温泉が別格扱いになっているのはさすがだなと思いました。本宮湯の峰温泉の壺湯はガキの姿であの世から戻った小栗半眼が、うん、お湯に浸かって元の姿に戻った話が有名ですね、うん、そんな風にたくさんの人が癒しを求めてありのように熊野に向かったことを向かったことと思います。ところでそんな熊野の一の鳥居は熊野の遥か手前海南市にあったことをご存知でしょうか。これ和歌山県ですね、海南はね、うん、今は鳥居という地名が残っています。一の鳥居から先はもう熊野の神域とされ参拝者はそこでみそぎをし険しい山道を分け入っていったようです、うん、30分ほど山を登ると熊野寺第一の美景と呼ばれる絶景スポットなどもありますので、古道歩きに挑戦される際はぜひおいでください、うん、といただきました、この一の鳥居って各国にあるの？いやいや違うでしょ、その参道の一番入り口から1とか2とか3って大体あるでしょ、うん、あそうだね、国ごとって意味じゃない、その神社の一の鳥居、じゃあこれ熊野神社の、そうそうそう、熊野さん、ここからいよいよ神社の聖域に入りますよっていう第一関門でしょ、海南市にあるんだ、まあそういう位置づけなんですね、紀伊国全体がまあ霊場なんでしょうね、まあ、そうだよね、うん、よくあんなとこに人住んでたよね。どこが？あの熊野の山奥。山奥に今でこそ熊野じゃない熊野地域のさ、あの和歌山とか奈良のさ、山奥っていい道できてるじゃん。あの本当昔林道区別わかんないようなひどい道。それはもう本当の中でしょ？うん、そ戸塚とかあっちのその、うん。本当和歌山道いいんだよ。あそうなの。あれ全部二階さんの駆け出し。そうなの。だから二階道路って言うんだって。ほんまかいな、うん、まあいろいろね今バッシングごちゃごちゃしてありますけど、しておりますけど、やっぱそういうの持ってくるのは上手じゃん。まあ古いタイプの政治家だね。だから道はねいいのができて、だって本当に新宮から五条行く道すごく良くなってるよ。そりゃだってあの紀伊半島の真ん中らへんなんか数十年前なんかもうほとんど未開の地みたいな。そう言っちゃ悪いけどさ、うん、なんかテレビ映んのみたいなさ感じのところ。近畿から近いけどね、逆に東北とかよりも結構平平なんでしょうね。ずいぶん良くなったんですよね、うんうん、あんまりね、僕和歌山の方の熊野詣ってやったことないんですよ。古道だ伊勢寺の方から、うん、僕は三重出身なんで、うん、三重から行くルートで熊野詣ってするんだけど、うん、
あっちまで行かないので、ああ潮の岬が限界ですね。熊野詣でってどういうこと？熊野三山。電車で行っちゃダメなの？いやいいよ、でもさ熊野に行くってこと？あのああいう道を歩くとかさ、那智大社とかさ、はあ、行きづらいじゃん。行きづらい、やっぱ車になるよね。いや鉄道もちろんもちろん。熊野古道なんて、あのなんだっけ、一番有名なとこちょこっとぐらいしか歩いたことない。あ、そう、うん、別に、こないだも結構歩いたことあるの？テクテク。いや、ありますよ。あ、そうでも、昔はあの熊野街道って僕ら言ってて、あ、だからそんな、昔の道ってのは知ってたけど、うん、こんな世界遺産になるようなものだとは思ってませんでしたよ。うん、うん、あんな道になんで人来るのって未だに需要ができてないから、まあ、イメージがね、うん、なんかあの苔むした石仏画みたいな、うん、まあなんかね、ただの山道ってある。それ言ったら終わりでしょアスファルトにすればいい。そんなこと言ったら旦那って一緒じゃんって思っております。クソ味噌ですはい、ありがとうございました。はい、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。うん、番組へのお便りは、Eメールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。はい、もうすぐ400回なのでね、来た400回なので、それに合わせたお便りもいただけると私たち大変、うん、ああそうですね、そろそろそれを意識した、はい、先読みしないといけないですよね、はい、うちの大変マンモスウレピーですシャブ中かなんかです。ちなみにね、実はもうあのいつ200回を意識していただいたお便りはちゃんと来ております。大変空気の読めたお便りで、血のリスナーは先の先を読まないとね、はい、やっていけないですからね。1年前行動で公開します、はい、うん、何でも1年前行動、1年5分前コードじゃなく1年前コードで3ヶ月ぐらいで大丈夫だと思いますお願いします、うん、はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。